はい、超駅太郎です。松本人志さんね。あの、えー、文芸真珠者、週刊文春、提訴って5億5 0万、ね。あのー、名誉毀損それ損害賠償っていうことねあ。とうとうやりましたね。私はやらないんじゃないか、もうやれないんじゃないかと思ってたんだけど、いろんな人が、いろんなこと言って、ね。あの、これ、 あの、急遽差し替えでね、入れたんで、おー、なんか逆にこれ裁判やっちゃうといろんなことが明るみに出てきちゃってまずいんじゃないかなっていうふうに思っていたんですよ。まあこれ名誉毀損ということなんで、えー、まあ、どうやら、 飲み会ということはやっていたよということは認めるんだけど、まあここの A 子さんのことだけだと思うんですよね。全体に、文集の記事全体にやるのかわかりませんけど、まあここでやっとスタートに立ったということであって、これだって始まるのなんて1年とか2年かかっちゃいますよ、下手すれば。ね。うん。ねえ。へえ、と思ってね、あ、本当にやっちゃったんだ。ね。 まあ、初動の手が悪くて、まあ、結局、あの、裁判するなんて言っちゃったことに、じゃあ、えー、戦いますとか、どうたらこうたらって言ったことが、まあね、どうなるのかっていうこともあるんですけど、うん。じゃあ、まだこれ、えー、いつどういうふうに始まるかなんて、まだまだ全然先のことなんで、じゃあ、そこが始まるまで私たち何も喋っちゃいけないっていうルールはあるわけじゃないんで、まあね、ね、裁判に決着するんだから、それは黙っとけっていうのもまたおかしな話なんで、うん。 まあで、実際それやったということを広報に対して、えー、そういうふうに知らしまったっていうことはマスコミでもテレビでも扱うわけで、まあ今日あたりもね、いろんな話題になってるはずなんですよ。で、今日火曜日ぐらいになると、えー、文春の、あの、デジタル版とか出て水曜日とかで出るところの、まあ4段の、あの、出花をくじくっていうことでもあったのかもしれませんが、まあどん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 これからも出てくるんでしょうね、これはこれで。どうだろう文春を訴えるって言ったやからっ,つって言って、 うんこれで、えー、話をするっていう人たちが止まるかってそんなことはないと思いますね。文春もこれぐらいでバックは引かないと思いますね。ここまで来て。ああ、じゃあ訴えられるならもうやめようってことになるのかな。いや、だって仮差しと仮処分を雑誌の発行にはしてないわけだから別に出してもいいわけで、うん。当該のものを言ってるのか、今後のことも出てくるのかもまだわかってないです。で、 ここの中で、まあこれ、どの弁護士さんが、誰がやるんだろうと思って、まあ東京の弁護士さんです。調べていってら、ああ、それだからこうっていうわけじゃないんだけど、あ、すげえ、この弁護士かっていう形じゃなくて、私は逆に、ええー、って。あの、小沢一郎さんいますよね。えー、なんか不動産のど,んどんのこうのコーの、コーっていうことで、えー、 大変になったんじゃないですか。それで、一回は不起訴みたいになったの、検察審査会ということで起訴されて、結局また違うことになったんだけど、そこ、皆さん忘れてるかもしれませんが、その捜査段階で、検察が、あの、まあ、要は、長所を偽造したっていうか、うん、そういうことをして、えー、大変なことになってるんですよな。何名かが懲戒処分になってったり、えー、こう、 原稿だとかそういう処分だってんですよ。四五人の検察官が。はい。で、この方の、まあ、だってニュースで言うと、担当弁護士の名前が出るから、弁護士検索しますわね。ニュースに出てくるんですよ。ヤイスなんちゃら法律弁護士っていうところで、あ、誰なんだろうって名前見てって、まあ、略歴がずっと出てるから、あれ、最後どうしてこれ、もうちょっと高校とか、ね、いうのがあって、したらまあ、 原稿処分になったんで、自分から辞めてるってことですで、不起訴なんて言うんですよ、その事件が。まあ、要は、インチキしちゃった長所を書いたんでしょうね。詳しいことはしませんけど、そんなことですわ。調べは出てきます。越山さん、越山会の事件ですね。小沢一郎さんのあの事件です。で、それで、その主となってる人が、この、あの、田代弁護士ですね。うん。それだって出てきますもん。 これ言っちゃいけないのかな俺も名誉毀損とかでやられるのかなそんなことない、そんなこと,、ね、なことだって事実だもん。それはしょうがないじゃん。隠しようのない事実じゃないですか。ねうん。不基層にはなってるんだけど、憲法処分でやめているって自分でやめてるのは間違いないんで。だからって言って胸張りゃいいわけで誰も悪いって言ってるわけあ、そういう方が。いや、そういう先生のがなんか、うん、信頼できるな。ある意味。うん。ね。<laughs> そう言っときますよ。<laughs> ね。そうだからダメって言ってるわけじゃないでしょあ、そういう方なんだということですね。うん。で、まあ、そこから始めていく。でも、その、見てるとそのハラスメントに強いっていうことは書いてなくて、まあいろいろな、えー、会社のこともやっていたり、どうこうっていうことは出てる。まあこっからどういう進め方で戦略していくの非常に私は注目をしているんですね。はい。まあね、本当は意地悪チックでこんなこと言いたくないけど、我々みたいな、なんかある時に、前、 お前は、えー、被害弁償をしたのか前科三派何やったんだいや、当然検察官何やってどう、どうしてけ、あの、えー、弁護士になられてるんですなぜ検察官お辞めになったのかって当然のことを聞かれるわけだから、それは一緒だと思うんですね。うん。ねえ。ねえ。何が言いたいかでも、ここまで、奥歯で物がいろいろ挟まっておりますが、最近の検察の仕事っぷりも何だろうなって思いますよね、自民党の件。ああ。 他はもう処分保留なんだ。へえ、そうなんだ。ね。あの前の法務大臣でも、広島でもね、なんかとんでもないことやってるね。へえ、ね。いろいろなんだなと。ね。あんまり悪口は言いたくありませんが。ね。どうなんだろうねっていう感じですね。はい。ね。これを踏まえて、次の動画を見てください。以上です。はい。三浦マイルドさんの話をしますんで、よろしくお願いします。はい。はい。 チャンネル登録高評価。チャンネル登録高評価と言い続けて今年からですね。今年になって。ね。そしたら1万人も増えた。ね。あの約1名すごく。お前のチャンネル登録して私に何のとこがあるのかっていうコメントがすごく傷つきました。その言葉に負けてこれを言い続けなければ1万人増えるってことがなかったということで皆さん本当にありがとうございます。これからも言い続けます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。以上です。